チャオあっちゃんです。この前ねあっちゃんにクリスマスプレゼントのお財布の動画を撮ったら結構反響があってみんな動画を見てくれてるしあっちゃんのこと気にしてくれてる人もいっぱいいてるし、ま、動画を見てないのに見てないというか動画を見てないのかなあっちゃんね、あの視聴者さんからお財布もらった動画見てくれてるはずやのに視聴者さんからもらったお財布を使ってるとかこんな使い方してるよっていう動画前に上げたはずやねんけどそこ見逃してんのかな。でもう一回お財布の使い方おさらいしましょう。あっちゃんねあのメインのお財布今まああのサマンサタバサ使ってんねんけどこれメインのお財布です。で視聴者さんからいただいたピンクのお財布これはこれ結構ね動画に何度も出てきてるはず。あレシートは言ってレシートを出してきていくらですって出してるはずなんね。そのお財布がピンクのお財布。このピンクのお財布は何か前にも言ったと思うねんけどピンクのお財布ってねあのあっちゃんの家計、スーパーとか行って家計用のお財布なんで、メインのお財布はフリー。あっちゃんが欲しいもの買う時とかお洋服買ったりとか言ってすんのに使って分けてんのね。でお出かけの時これダブルで持っていくので、お買い物しない時とかちょっと荷物になる時はピンク財布を置いてイエロー財布メインの財布持って行って、ここにね前にも言ったと思うんだけど毎月あ言ってなかったかなこれ忘れたけどお財布の使い方っていうのがあって毎月ねこんだけ、決めたお金を、今月のやりくりにこんだけのお金を使おうって、だから電気代とか電話代とかね引き落としのある分は、通帳に入れとくんね、もちろんね。で引き落としじゃない分はお財布の中から出すお金ねはお財布の中にお金を入れるのね。それは毎月銀行に行って決まった日1日か31日とか月末か月始め、まあいつでも構わへんねんけどもにお金を出していくの。あっちゃんは毎月10万円だけ使おうって思ってんのね。お食事代家計とか自分の娯楽とかいろんなもんに10万円で決めてんね。その10万円を毎月出してくんのね。で10万円を財布の中に入れます。で10万円入れます。で家計に毎月だいたい3万円とか4万円って決めてんねんね。今ちょっとね余裕持って4万円にした。2ヶ月ぐらい前からね、それまで3万円やった。だからこっから3万円をここに入れんので、ここは7万円になるね。でお買い物してくんね。でもしこれ忘れていったりした時こっから払ったらこっちから返すの、こっちに。で月末になったらまあ3万円入れたったら2万8000使ったら2000余るでしょここに。でここに残りの7万円から6万円使ったら1万円余るでしょ。で1万2000余るでしょ。1万2000余ったら黒のお財布に入れるので、黒のお財布はこれ入れて、これは持っていかないの。これはお家にお休みしてんの。お財布って何かって言ったらね、お金のお布団みたいなもんだね。だからお財布っていうのはお布団の中で、人間もそうやん、お布団の中で寝たら、リラックスできるし、体調整うでしょ。お金もお財布の中でぬくぬくと育ってくるの。だから黒財布っていうのは堅実、お金を貯めたい人のための財布は黒財布がいいらしい。だから真面目にコツコツと貯蓄をしたい人は黒財布を持ってくださいって言われるのね。で、黄色財布っていうのは収入、お金をいっぱいこう入れるためには黄色財布。ただ黄色財布は入る代わりに出んのね。出んのも多い。激しく出入りしようの。ね、でピンク財布っていうのは、女子力アップとか、女性の人気運アップとか、あとなんだ、いろいろと、いいことがあんのよピンクも。ということでね、健康運とかもピンクがいいのね。だから健康にいいものを食べるために食費はピンクで、お金入って出て入って出て楽しく楽しくね派手に過ごして生活してからイエロー。だから臨時収入もし何かあったらここに入れます。で月末臨時収入のガートローが何がから最初に10万円入ったやつから3万円抜きます。だから最初に月の初めに10万円で、あなたは10万円以上入るお財布なんだよって教えてあげるのね。でそっから10万円入れてから3万円抜いて、いちいち10万円持ってきたら7万3万でいいのに、そうじゃなくとりあえず10万円入れて覚えさせて、そっから3万抜いて3万ここ入れる、4万入れる。で月末だから残った分をこっちに入れる。
あちゃんは銀行にそんなに入れないタイプやねんね。でもまあ今、いろんなところからネット通販とかやってたりするから振り込みがあるから銀行に入ってくる。でそっからね出しすぎると使っちゃうからね。だからとりあえずまあ銀行には入れてんだけど、銀行も通帳ね4つ持ってんのね。1つその引き落としようとか、振り込まれようとか、ね、そんな感じに持ったりする。いや4つじゃない3つや1個解約した。だから引き落としようと振り込まれようと蓄えようって感じでね。であと外貨預金とかするしてたりもするんだけどね。そんな感じに蓄えたりする。だから残すために黒の堅実なお財布はお家で眠らせてんので、眠らして数ヶ月間眠らしたやつは貯蓄用の口座にまた返したりするんだけどね。そんな感じに黒財布、これ視聴者さん、この2つを視聴者さんにもらってんけど、そう使わせてもらってます。で今これは、あちゃんフリ、あっちゃんのメイン財布で使ってるの。それを来年年明けからグッチさんに交換するんだけどもね。もうボロけてきたから、お財布とかボロけてきたらもうあれがないからね、役が溜まってきたりしてたらボロけてくるから、だからこれはもう、でこれ捨てたりしたらかわいそうやからね、これもまた箱の中に入れて、ね、寝かしとくの、おうちに。でこのお財布も役を落としてリセットさせておくの。リセットさせてずっと置いとくの。もちろんね中古でリサイクルで売ってもいいんだけど、もうここまでボロけたら売れへんからね、はい、っていう感じで、使っていきますって感じなんです、もしかしたら今後これにねクレジットカードとかいっぱいカード類ポイントカードとかあるから、ポイントカードもあんまり入れすぎたらダメやから、これカード入れにするかもわからないけど、あんまり大きいからね、もうちょっとちっちゃいカード入れを作ろうかなと思って。で小銭はこの中入れたらダメだからね。この前ね視聴者さんにバースデーでもらったの、小銭入れかわいいの、ね、桃太郎さんと猿さんかわいいの、これを小銭入れにして持っていこうと思ってんの。でこれもねお財布は年明けから使わせていただこうかなと思って、そんな感じにお財布は分けて使ってます、これがねいいよって聞いたんね、だからそれをやってんねんけど、だから今までやっぱお金がなかった頃はお財布1個買うのがもう精一杯やって、それでもうパツパツでやってねんけどね、こうやってせっかくいただいたからね、そんな感じにいい気が回るような使い方させてもらってます。もしね余裕がある方できたらね、お財布風水とかで調べて色、いい色調べてね、自分に合った色を、買って、お家に眠らせるお財布、食費のお財布、メインのお財布って分けて使ったらお金貯まるらしいよ。ということで、あっちゃんもちょっと貯めたら使いたいと思います。それがあっちゃんです。はい、まあそんな感じでね、お財布を気にしてくれてる方がいっぱいいてるんで、ね、で、お財布の話したらわーって言ってくれた人もいたんでね、一回お話しさせてもらいます。ちゃんと使わせていただいてます。はい。だからそういう感じでね、だからこっちはねポイントカードやらレシートやら入って、レシートほんま入れたらダメやね、レシート抜かなあかんねんけども、あちゃんね動画用に今あれすんのに撮ってやるからね、でまたね確定申告する確定申告する時もレシートとかいるから、それもちゃんと分けとかなあかんねんけどね、またそれも考えてなんか帳簿みたいなの帳簿じゃないわ、こんなポケットファイルみたいなとこ入れていこうかなと思ってんだけどね、まあ、それの家計用の財布とお家でおねんね用のお財布です。お家でおねんね用は黒財布がいいらしいよ。ということでね、でお外で使う時も確実に貯めたい人とかお金を貯めて出したくない人は黒財布がいいらしいよ、あっちゃんはどっちかって言ったら入ったら使いたいタイプ、お金ってね水と一緒で流れを作らないと入ってきいいの。あっちゃんのところで止めて滞らすと滞ったお水は腐っちゃうでしょ。お金だって腐っちゃうの。だから止めたらダメ。貯めたらダメのお金は。かっちて流れの速い、激流のところって石まで流すでしょ。ということはお金が入ってすぐ、入ってすぐ、入ってすぐって出して流れが速いとあるものまで持っていかれちゃうの。だからゆったり入ってきたらゆったり出す。入ってきたら出す。入ってきたら出すの繰り返しをしてるとお金っていうのはお金を連れて帰ってきてくれねって。だから、そうやって貯まっていくらしい。で、ここちょっとワンポイントおまけにお金を払うとき。だからね、もし何か買って、はいってお金を払って、はいって払う人、黙って払う人、お金を粗末にポイって渡す人、投げて払う人、
結構いてるあっちゃんもね、お金投げて払われたこともあったけどもね、ひどい人もいてるなと思って、そうじゃなくね、お金さんに失礼、お金払うときはありがとうって言ってお金を払うの。それはお店の人にありがとうもごめんねけども、お金さんありがとう、ね、あっちゃんが売るものって言ったらね、まあジュースで喉を潤うものをいただいて、お金さんありがとう、またこね、あのお友達連れて帰ってきてねっていう意味でありがとうって言ってお金払うの。あっちゃんなんかいつもお金払うとき、どこでコンビニとかね、スーパーでお金払うときにありがとうって言って、ちゃんと口から出してね、出さんでもいいらしいけどね、ありがとうって言ってお金払うね、うん、そういうふうにはしてね、ね、うん、何でもね、感謝の気持ちをね、あのレジ売ってくれた人、その製品を作ってくれた人にももちろんやけども、お金さんにもありがとうっていう気持ちを込めて、ありがとうって言ってお金をあっちゃんのね、あのベッドの中から巣立ってもらうの。ならお友達を連れてまた帰ってきてくれるっていうね、願いを込めて、うん、お金さんに、感謝を込めるっていうのがいいらしいですっていうのを聞いたからね、あっちゃんはそれを実践するようにしてます。はい。で、あとね、お金を粗末にするのもちろんダメやし、お金を、お金自体が汚いものやとか、お金はあのなんていうのかな、嫌いな人はいてないと思うんだけど、お金の話はタブーみたいになった日本人のそのつましやかな精神はあんまりダメらしい。お金大好きでお金さんには感謝をして、ね、だってお金を大切にしてあげる、でお金の話をしてあげる、生々しいけどもお金の話をいっぱいしてあげて、お金のことをみんなにこうね、なんていうのかな、好きですよっていうアピールをしたらお金さんは寄ってきてくれるらしいよ。だからお金持ちさんの人って結構そういったお金のことに多分、お金なんて儲けるのはダメだよなんて言わへんでしょ。お金っていうのは入ってきて使っちゃいいんだよって言うでしょ、うん、なんかそうらしいよ、うん、だからそんな感じで、多分お金の話じゃない、今日は財布の話や、またその話はいつかします。はい、お財布はちゃんと使わせていただいてます。はい、ということで、来年からね、ぐっち雄三さんのね、があっちゃんのパートナーになるんで、うん、あの雄三さんと3年間あの仲良くしたいと思います。はい、ね、ということで、ぐっちさんにはたんまりあの中に、ね、呼び込んでもらいたいと思っております。ではまたね。これであっちゃんのお財布の疑問解けたでしょうか。はい、あっちゃんもいただいたお財布使わずにさらかったなんて言ってた人、ちゃんと使わせてもらってますからね、安心してください。